用意スタート。このお方はイップマンです。ドニー・エンです。昨日日本に来日してすぐ帰っちゃいました。何しに来たの？時計の宣伝時計のイベントに来た。ただこれからドニー・エンと庄司哲夫君が関係が深くなっていくのであります。というわけでイップマン対イップンマンです。何それ、イップンマン？俺は1分しか動けないです。1分動ける気持ちじゃない。1分ですね。はい、こんにちは。第29回です。今オープニングで出ましたあのドニー・エンってね、ブルース・リーの師匠イップマンの、を映画化したの、の主役がやってるのがドニー・エンってね、俺も池田さんも大ファンで、それでですね、昨日はちょっと日本に来日してるということで、ちょっと映画とは関係なくてね、昨日は時計のイベントでなんか来てるっていうんで、ちょっと視察という形でね、次期映画のドニー・エンの映画のプロデュースする人間とですね、ちょっと会いに行ってきましてですね、まあすごいすごい、SP の数も大統領並みだね。大統領並みは SP がすごく人格が違う。で SP がいる中を SP を突破して、何人倒したの？倒したら知ったら倒したら倒すとね、危険、捕まっちゃうから捕まっちゃうけど、掴みかかってたところを関節取ってとりあえず痛いとか言ってるから関係者だから変わるなんて掴みかかってきたやり返してダメだと、行こうとしたらバーッとか掴むかかってくるから、そりゃそうだね、こっちも反射的に、反射的にね、やるじゃん、こっちってやって、下痛いとか反射的にやったらいいでしょ。そう、反射的にやったらいいでしょ。なんか、ちょっと待って。まあ、それで、まあ、昨日は直接ね、ドニー・エンとは話はできなかったんですけど、ブルース・リー・クラブっていうね、香港の会長さんがね、たまたま隣にいてね、俺のこと知ってるみたいで、ミスター・庄司みたいなこと言われて、イエスあなたのこと知ってますよ、ドニーもあなたのこと知ってますよ、何知ってるんですか、その会場に、そうたまたま横にいたの、ブルースリーのブルースリークラブっていうクラブ の香港 の会長さんがいたの。俺がこれつけてるじゃないですか、この黒いやつ、これはブルースリーが死亡遺言の時つけてたやつなんですよ、ね、これは本物じゃないけど、それをつけてるのは珍しいからっつって、目が止まったんですか。でそれこのこと言い出して言ってきて、監督もしたってか全然分かんなかったわけよ、だけど監督が途中になんか分かんないけど、日本語だった俺は英語で返したのに、イエスみたいな、イエスだけじゃん。おい、喋れねえよ、そこにやっぱりこうやったゲームオブデスってブルシが使ったって言ったら、おー、イエスみたいな感じなんで、イエスの枕持ってきて、そしたらね、ことで言うミスター・ショージグー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 なんで知ってるんですか。たまたまその一緒にいたプロデューサーのあれが香港から釣りだと思ってたんです。それでも話してくれて、それでちょっと、会場すごいごった返してたんだけど、その人と話してたら、ドニーはすごい親日家で、日本のアクションスターとか結構研究してるから、庄司さんのことは知ってますよ。俺も知ってたのはすごい光栄ですみたいな。で、今ちょっとまだ話はまだ先の話ですけれども、ちょっとなんかありそうなんですね。そうですね、ドニー・エンとあれはまだそんな先のことは分からない分からないですけれども、一応体は戻しておいてくれとということで、そうじゃないとね、ドニー・エンとやるんだったら、ある程度もう本当バキバキ動けないと、CG にしようかな、モーションキャプチャーです。高くないギャラ。だからもしね、共演できれば本当ありがたいことだし、で、俺もやっぱアクションっていうか、ずっと格闘技やってきた身でありますのでね、今一応体は持って戻しつつ、多分半年後とか1年後とか、1年はいかないと思うけど、時間あるんで、それまでにちょっと体を作って、すごいそれに備えようかなと思って。でもそういう目標があるとね、痩せれる？痩せるのはもう 8.5 キロぐらいです。だからあれだけど、
キロがね、なかなかね、そこがね、上がったり下がったりするんだよ。そう、だから美味しそうなやつがある。そういうもの置いとくと食べちゃうんですよね。美味しそうじゃん。食べなだから動ける筋肉つけないといけないし、見せる筋肉もね、当然必要だからね。だからドニーヤン55歳なんだね。55、うん、だから1分前当たるから、いくつぐらいなんだよ、あれ、まあ、30代ぐらい、30代後半とかで、うん、だから本当にね、なんだろう、とにかく俺は自分から会いに行ったっていうのは加藤正也さん以来じゃない。まさにいいよ、本当にもう、まさにいいよ、今すごい親しくさせてもらってる、まあ、最近あったりですけど、加藤正也さんとかが本当に兄貴分だし、なので、まあ、すごいよくしてもらってね、あれしたんですけど、ドラゴンつながりでね、そうですね、そう、だから龍神様もね、そうで、まあ、龍神様も、第9期の龍神様ついに出来上がりましたんで、あの紙が新しく、あの発注っていうか背景をちょっと作り直ししましてですね、2種類新たな背景 をバックに、瞳孔が開くじゃなくて、あのチャクラが開いた龍神様、瞳孔開けたら死んでますよ。死んでますもん、第6チャクラ、だからチャクラ第3、あの第3の目を持った龍神様に進化しますんで、またサンプルが、まあまあ、今日からの8月分の龍神様、募集かけますんで、サンプルがないですね。今日ちょっとサンプルないんですけど、昨日サボってかかるから、今日紙が届いたのさ、昨日か、紙、まずね、バッグを、ね、作ってから、それを毎回書くわけいかないから、それを紙屋さんっていうか、印刷屋さんに出して、印刷屋に出して、それで背景の紙を先に作ってもらうんですよ。バッグの絵を描いてね、それに手書きで描いてるって言われてたから、それがちょっと出来上がったのは昨日だったんで、まあ、今日から描きますけど、まあ龍神様もついに第3の目を開いて、ね、ね、それでね、地震なんだけど、はい、ちょっとね、まああちこちで震度4ぐらい来てるんだけど、この間俺が先週俺が行ったのではない気がするんだよ。まだなんかこの辺にモヤモヤなんか、ね、まだあるわけや。だから福島で震度4来たりと、マグニチュード 5.4 が来ましたけど、来て、あと他でもちょこちょこ来てるのかな、熊本行ったりとか、だけどなんかまだ引っかかってるのかな。ただあの赤い雲っていうのは、もしかしたら地震じゃなくて台風の影響だった可能性もあるんですが、まだ俺の中でちょっとしっくりきてない部分もあるんでしょう。それでね、まあ龍神様もすごいざわざわしてるのが分かるんで、で、だからまあ黒潮大蛇行終わりし、あと数ヶ月後に災害来たの、なので第3のチャクラを開いた龍神様でないと食い止めることは難しいので、進化するっていうことになったわけです、はい、だから龍神様は、第9期の龍神様でチャクラの開いた3つ目の龍神様になりますが、まあ前今まで書いてた龍神様が決してパワーが弱いってわけじゃないんで、さらなる進化を龍神様はしているわけでね、車とかと一緒でね、モデルチェンジからフルモデルチェンジとかいろいろあるじゃないですか。それと同じように龍神様も常に進化していきますんで、どこまで進化するか俺も分かんないわけ、これも龍神様が直接降りてきて俺に伝えるわけだから、なので、新しい方がいいような気がします。うん、だってモデルチェンジ、それぞれのその時の役割、そうだからね、元には戻れ、そう、俺も昔乗ってたベンツはその時気に入ったけど、ね、だけど今乗ってる車は車でね、非常にいいと、その時はその時、10年前、ね、バブルの時のバブルの車はバブルの時の車、
で、その時はすごく良かったんだから、うん、だからね、常に新しいもの、もうだからよく質問来るのが、うん、龍神様一人一枚ですかっていうのは、それは全然違いますんで、うん、第1期からずっとで進化するためにご注文いただいている方もいらっしゃいますし、うん、それはもう龍神様を向かうか向かわないか、うん、龍神様のハードを受け取った方のあれなので、うん、俺にも分かんないですよ。だからこっちから営業かけてるわけじゃないんで、一応だから多分龍神様は今龍族って言って、そのね、龍神様の波動を受け取って、龍っていうのは本当に特殊な存在なので、はい、むやみやたら手を出すと本当に危ないんですよ、うん、だからまあいろいろね、なんかね、俺に対していろいろ言ってくる人間とかいますけど、そういう人間のところには本当にやばいこと起きますから、あんまし俺にちょっかい出さない方がいいですよ、うん、出すのは出していいですけど、まあ、本当に痛いのに本当に痛いのに、まあまあ、平和にね、本当にね、これだけはっきり言いますけど、ガッタ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 うるせえ、本当にね、うん、どんどん来て片っ端から削除しちゃうからマジで、うん、幸せになっちゃう。まあでもそれともお互いにこうパワー使っちゃってね、いいことないよね。ていうかね、そういうバカは相手にしたらしょうがないのよ、ほんとかわいそうな人だと思って、俺もコメント一切読まないし、全部、ね、ちゃんとしたコメント読みますけど、そういうくだらないコメントは全部明夫君に任せてますんでね担当がいるらしい。担当は全部担当分かれてるから、そういった変なの書いても俺のところには届きませんのでね、よろしくお願いします。まあ、届いてもいいですけど、はい、相手にしません。あと龍神様の怖さっていうのも、身をもって体験してください、そういう人はね、真面目に冗談抜きで、うん、この間武士だった時も言ってたけど、武士も本当にね、武士さん、うん、牛久大仏もね、掘ったりとかしてる、本当の日本の本物の龍使い、うん、人も言ってたけど、庄司さんは龍神様本当に気に入って龍神様ついてくれてるんですね、うん、って言ってくれて、ただ龍だけは本当に怖いから、ね、わしもそうだし、庄司さんとかに、ね、ちょっかい出したりする人間は必ず龍神様 のそういった怒りを買うから、うん、それだけはね、まあ、本人気がつかないかもしれないけど、必ずそういう目に遭うからっていうのはね、うん、すごい、もう本当にね、しみじみって言ったね、うんうん、だからまあ、龍神さんは怒ったら俺でも止めれないからね、うん、なので、俺は龍神様に使われてる身なので、龍神様を怒らせないようにしてください。よろしくお願いします。その代わり、龍神様をちゃんと迎えた方っていうのは、本当に龍神様は助けてくれます、はい、龍神様は人間大好きだから人を助けてしょうがないでしょう。だけれども、そういったね、龍神様を粗末に扱ったりすると、ね、もう身近で言うとね、前のうちの大家とかの店は潰れたしね、それで俺の家の隣にいた骨董屋さんはもう今半身不随でもう精神病院に入っちゃってるし、そういったことが実際起きるわけですよ、うん、だから本当に龍神様は、尻尾切った人ね、祭りは台風で中止になる。そう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 、残念でした。そう、祭りそうや、台風で中止になっちゃったのね。そう、龍神様も自然の神様ですから、うん、そういったところにはね、うん、もうね、だからね、まあ、本人見てるかどうか分かりませんが、まあ、龍神様は俺が書いたわけですよ、うん、お店に飾るっていうから、欲張ったんだよ。そう、欲張ってでかいの欲しいっていうか、こんなでかいやつ書いたわけだよね。したら、普通はそれに合わせて額を作るでしょ。したら額を買うのも金がもったいないからって言って、リサイクルショップかなんかで、ね、買ってきた額をに入れようとしたわけよ。したら額がちょっと入らなくて、龍神様の尻尾がね、ちょっとかかっちゃうから、それを切っていいかって言ったら、バカ言うんじゃないって言ったわけよ。それもこの間武士に話したら、それはダメだって言って、そういう人には、ね、もう天罰が下るからね、龍神様はそういう扱いしちゃダメだよって言ったら、その店で潰れたらとか、潰れましたよって言って。本当に見事に潰れたし、祭りも2年連続ゲリラ豪雨で潰れたしね。あとね、その俺をはめたりとかした人間も今全員地の底に落ちてますから、うん、だからいろいろ言ってくるやつもいますけど、本当
そういったのが起きることを覚悟した上で俺に喧嘩売ってください。よろしくお願いします。あんたが今喧嘩売ってるんですか？放送を通して、ね、直接ね、俺と戦いたいんだったらもうね、あの喧嘩じゃなくて格闘技でやりましょう。そしたら別に相手、俺も怪我しても構わないし、お前相手も怪我しても構わないので徹底的にやりましょう、うんうん、ボコボコにしてますんで、よろしく。はい、はい、まあ、そんな感じで、うん、龍神様はですね、第8期、あ、9期だ、第9期、あの本日より募集しますんで、これです。で、あのいつものことながらですね、 BJ 商品@gmail.com もしくは Facebook の俺のメッセンジャートメコのところまでの方に、もしくはあのこの BJ チャンネル内でやってますんで、うん、そちらの方であのご紹介ください。よろしくお願いいたします。それでですね、ちょっと UFO ネタ、久しぶりに、あの俺の龍神様ね、書いてくださった、まあちょっと名前は出しませんが、名前出していいのかな、これは。出しても大丈夫かな、出していいのかな。伊藤さん、伊藤さんね、龍神様のお客様、その人がですね、この間ね、あの最近 UFO を頻繁に見るらしいんですよ、うん、それで俺にあの UFO の写真が撮れたって言うんでね、あの誰ですか、龍神様のお客様でね、伊藤俊、これ俊さん、俊さんっていうのかな、うん、俊さん、としさん、としさんか、俊さんの名前、もし間違ったらすみません、うん、で、まあ、ちょいちょいちょい、月の上のこの、これ、おー、ちょっと見せたい、これ月、うん、そう、肉眼で目視した上で写真が撮れたっていうね、あの月の上のね、でちょっと見てくださいっていうんで、んこれが月で、その上の UFO、 細長くて、ちょっと窓っぽいのも映ってるでしょ、うんうんうん、うん、縦線が入ってるね、そうそうそう、だそれも、まあ、見た瞬間ああ UFO だなっていうの、波動が、これ写真、うん、写真、光ってる、これね、うまいね、さすが、これが月、月の上 の, 月のこれ、これ、うん、おい、2つあるでしょ、おい、2つ細長いの、あ、これ、あ、おい、素晴らしい、はいはい、これ鳥、鳥じゃねえ鳥は違う、こんな光ったことないし、それともう一つ、こちらは動画になりますね、動画、これがすごいんですよ、動画がね、ちょっとね、見たうちにしよう、これちょっと1分半ぐらいあるんですけど、それもどこ開いてる、あとでお名前出すかな、あの、うん、龍神様のお客様の弟さんかなんかがね、撮ったらしいんですけど、弟さん夫婦かなんかがね、で俺のとこ動画送ってきてですね、で見ましたら、もう非常に珍しいというか、後ろが横移動して、完全に動いてる、そう、で結構でかいのよ、うん、こんな月もなければ、でこんな風に動くのもないから、こっちみたいな、そうそうそう、ね、あ、これも確実に、で飛行機でもなければヘリコプターもないし、音もないしね、うん、ちょっと1分半ぐらいちょっとあの流しててください、終わるまで、いいよ、喋ってて、うん、だから最近その瀬戸内海とかあっちの方とかに UFO がかなり頻繁に出てるらしいんですけど、その映像はどこで、それはね、どこだろう、ちょっと後で見ますけど、うん、多分西の方ですね、うんうん、だからなんだろう、まあ、昨日俺も久しぶりに UFO 見たし、あと友人さんの雲ね、伊藤さんが撮ったんですね、あれと全く同じの、昨日俺高速道路走ってて見て、は撮ろうかなと思って、高速運転中だからやったんだけど、高速運転中、そうですね、そうだよね、高速運転中、その下、赤で、でも昨日は道が混んでて、それももう波動で UFO と分かります、あ、すごい、なんか見える、そうなんだ、
こんな感じで。うん、どうした？こちらの方がですね、これは私磯部が撮った写真ですね。雲どうでしょう。ちょっとなんか 竜っぽくも見えるけど、犬のなんだっけ雰囲気にも似てるし、まあ見方によってね。姿主だよ。でもここはあれでしょ、目でしょ。そう、目目、うん、いいですね、うん、素晴らしい。これ庄司さんが見たんですね、同じの。同じ、全く同じの見た。あ、うん、5時40何分かな。そう、昨日6時半に待ち、ちょっと今名前が出てもらってきませんので、あれしますけど、龍神様じゃない、UFO、最近よく頻繁に出てますので、もしね、そういった不思議な写真とか、UFO 動画とか撮れましたら、VJ チャンネルの方に送っていただければ、こちらの方で紹介していきますので、ちなみに2つとも、ムームの編集長の三上編集長の方にもう一応送っておきましたので、もしかしたらムームで取り上げられる可能性もあると思います。よろしくお願いします。あとね、今日はね、久しぶりに竹本先生からね、電話が来まして、ヒカルランドでの、俺のスーちゃんネタ、去年の年末にやったんですね。そうそうそう、それがなんか本になる。本になるっていうんで、もうできたのかな。で、まあ、2、3日に送るんで、ちょっと住所教えてくれっていうんで、まあ元気でやってるみたいです。また時間見つけて遊びに行きたいっていうんで、まあ久々に竹本先生も来るかもしれません。はい、まあ一応元気そうにやってましたんで、ご報告も。この前テレビで。5時20?あ、そう。うん、見た。宇宙人が。なんかいいですね、旦那が宇宙人っぽいんですけどとか言って面白いあるんじゃないか。3つが回転して、
ハンブラックも続けてやるんじゃないかなっていうようなことを、まあ、聞きかじりですね、はい、でもそういうのもあって、はい、まあ、ある経由で外宇宙からかなっていうのを聞いた経緯がある話を、まあ、ちょっとしてきたのが、まあ、2種類それに紹介してもらいました。はい、なるほど、はい、で普段は、主な活動は、はい、あのコラボダブルでコラボヒーリング水曜日月に回させていただいてます、はい、場所を原宿にちょっと借りてまして、はい、あの ABEX アカデミーのある、原宿のブラームス通りっていう裏通りなんですけど、うん、そちらで、まあ、あの事務所を借りてまして、なるほど、不定期なんですけどもご予約いただいて、はい、あのヒーラーというよりも、はい、エネルギー調整というんですか、外界療法に近い形でエネルギーの分野でアプローチしていきたいなっていうのが基本のベースなんです。で、未病といいますか、お医者様にかかる前に、まあ、発見すると行かない感じで、できるだけ、うん、あの自己免疫とか自己治癒力ですね、そこに着目していって、はい、まあ、これから少子高齢化ですし、うん、少しはも う, こうすぐにお医者さんにかかって、うん、なんとかしましょうとかっていう、うん、ところの視点をちょっとこう一旦自分でなんかこうやってみて、はい、でもやっぱりあの厳しいな、うん、でそういう時には、うん、お医者さんに最終的にはお世話になっていくっていうような、うん、あのそういう風になっていけた方が、まあ、高齢化になっていって、うん、財政とかそういうこと詳しくは分からないんですけど、まずはこう自分たちで少し自己免疫を上げていく活動の、うん、まあ、一端というか端っこに近づいていきたい、なるほど、そんな感じで思って活動はしてるんですね。はい、なるほどね、はい、で今日はなんかあれですか、治療とはっていう、なんか、どういう感じになるのかなっていうのはもうちょっとイメージしてなかったんですけども、はい、いつもまあミシェルがあのこちらのミシェル、はい、ミシェル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 なんですかね。なんかいろいろニックネームがあってキューピーっていうのもあります。明日からどうするの、明日からどうするの、ミシェル、あ、ミシェル、何を怒ってんの、私ができてないわよ。ミッシェルということで、フェイスブックでね、ミッシェル、ミッシェル、お先延ばしなのよ。コラボヒーリング出してますので、はい、で、ソリさんのところのこのチャンネルでも、はい、3度出演させていただいてて、そうですね、ソリさんはね。もともと磯部さん、もともと大事、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 どうでもいいんですか。まだまだね。ちょっと。もともと磯部さんのあれで、まあ、筒井さんはもう3回目、今日3回目、4回目ぐらい。で、そんぐらいでしょ。で、ヤコのバレエのね、もう習って今、文科生。文科生になってる、私は。そうです。痛みに言います。いつもね。痛みに言います。ダブルヒーラーで活動っていうのを言っていただいてたんで、でさっきなんかちらっと話したんですけど、あの彼女かずっとね、あの、はい、背中の腰の、はい、後ろがねずっと痛いってね、俺もマッサージをいろいろ書いてる気分で聞いてたりしてるんですけど、その時よくなるんだけど、それがね何日かするとまた戻っちゃうから、ね、もうずっとあれしてるんで、あのもうしゃあれちゃう、なんかさっきやってる、はい、やってみましょう、どうしたら、腰椎の2番目なんですね。腰、腰椎の番です。立った方がいいですか。じゃあ今とりあえず座っていただいてもいいんですけど。ということで、あの治療の実践だと思います。あの、まあ、治療というふうにはちょっと言えないんですけどね、エネルギー調整っていう形で、あの医療従事の医療免許とか、はい、そういうのではないんで、はい、未病でちょっとこうあの自分の自己免疫を上げていくのにお手伝いで、あのご本人がご本人にやっていただく感じなんですけども、そのアプローチですね、どういうふうにやっていくのがいいかっていうのを一緒に相談しながら、その、改
このエーテル体っていうこの木ですね、気候とかでもやってる木の部分、その部分の、人間電気バランスが流れてるので、電気流れてるで、その電気バランスをその速度が落ちるっていうニュアンスでいいのかちょっとわからないですけど、そこが電気バランスがね、きちんと取れないところをアプローチしていて、そこをエネルギー解放させるっていうのが基本あるんです。で、その症状が肉体と関連して出てるっていうこともあるんです。なので、メンタル的なことの何がそういう電気バランスの崩れを発生させてるのかを、ご本人が気づくと案外その症状が一気に改善される時もあるんです。で、今私がこう触れないっていうか、一応エネルギー療法なんで非接触のことも多いんですけど、で見た感じですと、腰の5つ骨ありますけど、腰にした腰椎の2番目、主に2番目です。上から2番目の骨が、ずれがあるんですけど、左側にずれてます。それを直すっていうことで、まず外側からのアプローチで、まずこのズレを修正していきます。それで、ちょっとツイストとかしたら大丈夫ですか？はい。じゃあ、ちょっと立っていただいて、で、腰の感じを見て、そこ映ってる。可動域見る。ちょっと左前ぐらいです。
があるんですよ、はい、元気元気棒あ手でやるより早いんで、へぇ池田君全然書くときやんないじゃん。入っちゃう入っちゃう入っちゃう。もうかぶってわざとやってかぶってカーディンわざとないなんかこれ入った時に抜け感とかないですかねえ、わかんない、まあ、一気にストーンと全部が改善するっていうわけじゃないんですけど、ここがポンポンなのでエネルギーこれ解放するんです。問題だとすると単純に踏ん詰まりでここになんかそういうことだそれも大事なんですよ。大事なんですお腹でこう情報を取って脊髄取って脳からこう命令をかけてるっていうイメージをしてもらったら、この人はこれが原因なんだよ。
関係ねえだろ。こんな筋肉がいないですか。筋肉なこれ筋。筋肉何？なんだろうね。俺はいつもなんか。ここですか。はい。ここですか。膝の卵ぐらいの感じの。これもいいですね。いつも切れ粉々に粉砕してそれを全部なくしてんだけど。また固まっちゃう。また3分とか1分戻っちゃうから、そのために散らしてる。やっぱりなんか女性性じゃないですか。女性性と男性性に分かり合いみたいな。私はそうだったんですけど。レフトがやる仕事でしょ。ズレが戻ります。ズレが戻れば痛みは取れる。はい。左が
にちょっとずれてるんです。5番目の骨微妙にですよ、ガッとずれたら全然動けないんで基本そうです、そうです。そうやってやってるとあのそうそこなんでこっちが微妙に2番目なんで。わかりました。ありがとうございます。こんな感じで、見た感じのものはこういう感じで。あ、なんか変わった？わかんないよ、踊ってみな。踊ってみるわ。静止してってもね、普段こうやってて。静止もすごい。静止はいい。いい感じ。強いは可動域が広がった感じですよね。ゴー！基本なんかこう肩こりみたいなのがあったら、あのその肩の原因みたいな内臓とかでした状態なんですけど、筋肉バランスとかだとそこをパッてやっちゃうと。じゃあこれは別にじゃない、あの巻き感で痛みが出てるとかそういうことでは全然ない。多分そんなこと言ってる。巻き感だったの。わかんない。だってよくさ、あのなんか巻き貝の人さ、背中が痛くて女性で死んじゃったのもあるじゃん。あれもなんかやっぱ考えがそういうものを作っちゃうんで、あのポジティブな感じだとほぼほぼかからないと思います。はい、私でもね、まあ、職もあると思いますけどね。ネガティブ。そうでもやっぱりね、今ね、あの清水さんもそうだけど映ってないわよ。すいません、映ってないわ。そうここはね、大丈夫。入ってると思うよ。サンキュー、エアランドも入ってる。あ、入ってる入ってる。はい、そこで変に真ん中が抜けてるよ。じゃあいいよ、ここは止めろ。先生どうぞ、いいよ、そこで、はい。というわけで、ちょっとね、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。ね、俺らも50を超えましてですね、やっぱりあっちこっち体がなってくるわけですよ。俺は昔ね、180度足も開いてたのが、今もう85度か、そんなこと戻ってきてるから、ドニーゲームでも戦えないんでね、体戻しますけど、足を揃えてすごい。どうしたどうしたどうした進行をやっていただく。でも気候を使ってる感じですかね。基本的にはそういうイメージで見ていただいて、はい、でもあれ気を使うんだともう気候を使うんだと俺も見た感じですけど、ちょっとなんかやり方が違う。はい、違います。ね、メンタルの方とかも、あのサロンではもっとね、メンタルの割合の深い部分、さっきの ネガティブな部分とかを結構起こっていくんですよ。そうすると、なんかある気づきが起こったときは、それがパーッと本当に霊能者になれたんですか。血統的には、ひいおばあさんがそういった血を引いてる感じしたの。はい、血統なんです。まあなんか、それは分かる。星、西洋占星術みたいので見ていただいたら、うん、この霊的な、そういう感覚っていうんですか、うん、そういうのがなんか特別な形で言ったらこう、まあ、天才型の人がよく出すような形があるらしいんですけど、うん、それを持ってるっていうのは霊能者になれると思うんですよ。そんな感じなんですけども、うん、感覚という直感で、あのそちらの仕事もやるんですけども、はい、基本そちら目指してないんで、その、お仕事いただいたこともあるんですけど、土地の調整とか、あの税的なもののちょっとこう、はい、まあ、霊媒的な感じもやらなくはないんですけども、そちら専門じゃなく、いやなんです、あの目指しているのはその健康改善を目指す。もう霊関係はもう岩井君と明夫君に任せたから、俺は霊関係は霊関係はもう俺は霊をこの人に取って入れようとしたら、ああ吸収する。俺食べちゃう。食べちゃう、何でも食っちゃう。実は独自にこう習得されたんですか。ある方にスカウト
中では地に足がつきにくいっていう、ちょっとこう非現実的な感じになりやすい感じは自分の中でしてたので、そういうことはこう避けたいっていうか、自分の中でなんか自分のバランスが取れない感じがなんとなく感覚にしてたので、ずっとこう近寄らないようにしてたんですけども、ある方の出会いでスカウトみたいな感じなんですけど受けて、それももう強烈な感じで受けてます。まあ、なんか寝てるやる人はもう自分の意思と関係なしで、俺もそうだけど、そういう風な行かなきゃいけなくなっちゃう。そうそう、なんかね、決められてんのね、もうね。もう、で、俺もだから仏師に言われたのは、龍神様がね、ちゃんとあの認める前には必ずでかい試練が来るっていうね。それも普通の人間じゃ経験しないような、とんでもない試練を与える。それをクリアした人間に初めて龍神様は認めてくれるみたいな。俺も実際そうだったし、ね、冤罪でね。逆にね、あれになりますけど、まあ、それでね、まあ、なんかいろいろ言ってくるやつもいますけど、まあ、自分がね、あの冤罪とかで捕まって見てないから、ガタガタ言うわけじゃなくて、何よ、今さっきのところ、しばらくちょっと、そして、しばらくして、さっきの、だから本当にね、時計と反対なの。反対、気合いも。こうなって、でガーンだって。バケーと。動かす感じで、開くんですね。時計と反対側にエネルギー開くので、ここにこう固まってる感じを。じゃあ、毎週、2週間に1回、水曜日。はい、あ、そう、宣伝しようか。コラボ。今月は原宿で8月8日水曜日と22日の水曜日にやります。申し込みはヒーリングヒロインのホームページからよろしくお願いします。それでもう一つ、はい、9月2日には日曜日になりますけれども、同じく原宿の竹下通り裏リアライズで、あのブリザードフラワーのチャクラ錬金術といって、私たちダブルヒーラーと、あとブリザードフラワーの、鈴木敦子先生が、はい、あの一緒にこのフラワーをつくチャクラに対応した、必要なチャクラの色に対応したブリザードフラワーブドウフラワーを作って自分で作れますので、どうぞワークショップ付きのヒーリングになります。はい、よろしくお願いします。はい、およそ、お値段的にはどんな感じなんですか。私たちのダブルヒーリングの方は10分1000円、ね、あ、1時間そう30分と1時間があります。3000円と6000円で、2人で3000円6000円です。それでこちらは1時間5500円、ヒーリングとワークショップとついて5500円になります。っていう感じで、そちらの方で今みたいな感じで。では、まあ、例えば、それはお客さんからいろいろ、ここが痛い、こうなりたい、あれで困ってるっていう相談があるわけですね。そうです。そこで初めてお会いして、でそこからこう。お体だけではないんですけども、何かこうシチュエーションの変化っていいますか、状況変化的に、ね、はい、何かこうアドバイスっていうかヒントをこうつなぎに来られるっていいますか、そういうお客様もいらっしゃって、そういう時はそのチャクラの回転を読みます。で、回転は 100% のうち 87% ぐらいの回転率で各チャクラが回ってると、体が一番こう活動がしやすいっていうポイントの手を目安にしてるんですけども、各7番までのチャクラを、まあ、8番目は循環のチャクラ、転換のチャクラじゃなくて、7番までのチャクラの回転を、まあ、カウントで読みます。で、そのチャクラとチャクラに合わせたテーマがあるんです。やっぱり1番だと、その集合意識に直結して、その大地、みんな大地とつながって集合意識に直結してるっていうことで、
血族とか族、はい、血の通ってる人間関係とかのテーマで学びがあったり、気づく頻度があったりとかすることが多いんです、うん、まあそれだけではないんですよ、うん、でその各チャクラ、まあ2番だったら生命力の原点、生命活動力の力のものが原点で、それに対して、まあ、回転率を見ていって、こういう状態の、まあ、気づきにつながると、まあ回転率が上がっていくんじゃないですかね。先ほどもおっしゃったように、その方は自らの力で良くなろうとしてくださいね。はい、そうです。お助け用の、はい、お手伝いっていう、まあ、お手伝いするわけです、はい、その中で最近多いそのお悩みだとか、はい、こんなことをまあ最近集中してるとかっていうのはありますか、傾向的に。そう、あと皆さんやっぱりその1番2番3番っていうのが、うん、基本的には現実の社会の、はい、あの活動力の元になるところなんですね。あのしっかりこう大事について、うん、で生命力の基本のエネルギーを作って、で3番目っていうのがあの個人って言いますか、あの 自分を作っていくパーソナリティの意思とか、うん、まあ、勇気のチャクラって言われてますけど、そういうところなので、そこがあのきれいに回っていくとエネルギーが活動するんです、うん、で経済とか社会とかすごくこう連結して活動がしやすくなるとか、そこを最近やっぱり全体的に社会もあのエネルギー停滞というか、まあ、経済停滞があるので、まあここの経済に直結するチャクラのところがうまくいってない方もあるんですね。で胸のところがハートチャクラになるので、そこがやっぱりこう満たされて開いていると、ここの5番チャクラっていうか想像とか、まあ、クリエイティビティのお仕事とか社会に関わっていて、大きなこうつながりとか活動とかになってくると、この5番のチャクラが活発にこう開いて動き出したりとかが多いですね。そういう感じになっていて、まあ、あともう例になってくると、まあ、覚醒というか覚者のまた、まあ、キリストとか仏教とかそういう方たちが主にこの6番のチャクラをテーマになんかこう活動されてるっていう。要はそれ1ができると2ができて、2ができると3ができる、こういう組み立てなんですか、それともどっか突き抜けどこか突き抜けて回転がいいっていう方もいらっしゃいますけど、うん、基本あの全部のチャクラがきれいに回ってると、肉体的なバランスがすごく取れるので、うん、全体的にこう元気で活動的にこう、なんていうか、うん、生活がこう充実するみたいな、うん、こういう傾向になりますね、うん、伝統があるなっていうことで、そんな感じで一緒にチャクラを見ながら、2人で押してる方をご覧ください。一緒の場合はカードのこういうカードオラクルカードを使ってその方のテーマを引き出し、はい、あの犬じゃなくて何かユニコーン、ユニコーン、このだけじゃないですけど、いろいろありますね。これはちょっとカルメのやつで、タロットじゃん、タロットはできないやつ、タロットみたいなやつ、そういうなんかちょっとシビアなやつも出るものを用いて、それは多方面から見ることができるね。はい、その方が相乗効果があって、はい、私の見る視点と、ミシェルの見る視点と、メッシュ、メッシュ、はい、メッシュ、バッグ、バッグ。私のところだと割合とこう、私のサロンに来てくださる方って割とライトワーカーというか、そのお役目的なものを見せるんですけど、この2人の原宿のセッションはもっとあのリアルに、リアルサロンリアライズって言ってたんですけど、本当に現実的にみんなライトワーカーが活動してきるような形に持っていくことになります。だから割とライトワーカー足元が地に足がついてないとブランディングが弱い人が多いので、経済活動ができない人とかが結構多いんですけど、そこのところを現実的に一個一個努力していこうよっていう力を引き上げる形になります。そのための本当はいろんなね、なんかあの意識もね、やっぱ人それぞれ個人個人、まあ、俺もそうなんだけど、怒んのやめろなと思って。人も疲れるから。疲れるから。私もそう思いました。私も長い間戦ってきたなと思うんだけども、本当にいろんなことやってる。翔さんの場合に悪がいっぱい。来るんだよね。俺基本的にね、俺はね、もう平和主義なの。わかります。もう喧嘩もできるだし、もう痛いのも痛、相手を痛めつけるのも嫌いだから、
もうね、とにかくね、喧嘩を売ってこないでくれと。頼むから。お金ないから買えませんか。買うな。お金ないから喧嘩買えませんので。買わざるを得ないんで。それもう喧嘩する年じゃないんでね。そうそう。まあ、今いろいろ言ってくる人間いるけど、ね、まあ冤罪のこととかもね、まあもう、ね、そう、冤罪のことも、まあいろいろね、書き込みしてるみたいだけれども、したきゃ、まあ勝手にしてください。ね、本当にもう俺は見ないから怒っちゃうよ。でも怒りません。別にね、まあ、人それぞれね、まあ、逆に言えばそんだけね、まあ、俺に関心を持ってくれてるんだと思って、ね、こうやってまあ、ね、わざわざ1時間の番組をね見てくれた上での、ね、俺に対して文句を言ってくれたわけだから、それはそれでね、ありがたく言ってると思います。何でも言ってください。あの明夫君がどんどん削除しますそう、だから嫌なのよ、本当に。私もね、2ヶ月ぐらい前にもうやめたって思いました。もう今までね、多分あの過去生からずっとちいちゃんなんかもそうだけど、善と悪の戦いってあったんですよ、ずっと闇、光と闇の戦いみたいな。それで光の戦士だからやってやるぞって言って生まれてきたはずなんだけども、もうあまりにも理不尽なこととかが本当に幼少期の頃から多かったりとか。逆にね、本当ね、本当にプチッて切れちゃうと相手ね、本当ね最近こんなっちゃうの、本当に。だからそれを自分で抑えてるから、うん、そう。だからね、まあほどほどにね、ほどほどにいいあれしてください。まあ自分がどうなってもいいんだったらいいけど、じゃあもうそういうのがね、俺はもうあの基本平和主義な人間なので、まあいろんな人がいますけど、ね、俺のこと言う人間もいれば、明夫君のこと言う人間もいるしね、磯部さんのこと言う人もいれば、ヤコのこと言う人間もいるし、でそうやって逆に、ね、いろんな人の悪口を言いまくってるのはね、逆に自分が恥ずかしい人間だってことをね、世に自分で撒いてるようなことだから、僕はね、人の悪口言ってね、言ってるんでしょっていうのを言ってるようなもんだから、それ気づいてほしいですね。まあ言いたきゃ、まあ、どんどん言ってくれて構わないんだけど、うん、俺は全然構いませんよ。あのいつでもどうぞ。ください、見ませんから、今度アカウントもいくつでも作ってきてくださいよどんだけ言ってるんですか。そんなに大変ですね。まあ、中にはね、まあ、まあ、冤罪がどうだこうのでね、まあ、実際ね、自分がね、冤罪になってね、無罪でね、7ヶ月間とか8ヶ月間ね、そういう3畳1間の部屋で ね過ごしてみればいいのよ。それは冤罪がどういったものかってよくわかるから、本当にやったってやったらいいな。やって、俺はやってないから、ね、やってないって言ってるだけであって、うん、それをガタガタ言うのは自由だけれども、うん、ね、あんまり、なんていうの、いろんな人間が見てるから、ね、自分がバカだってね、それ恥ずかしいことを言ってるんだっていうことを気づいてほしい。うんうん、で俺は相手にしないんで、でどうしてもね、もう相手してしたいって言うんだったら、もうしますよ。知ってたらね、あったかいよ、よかった。あ、よかったです。ブッシュも言ってますけど、そのブッシュっていうのは本当にね、俺よりすごい人なんでね、おじいさんでね、あの竜の使い、竜を使ってる竜使いの人でね、そこがまたちょっとポイントになる。でその人はあの本当にもうそこはね、違う竜もうね、あ、すいません、すいません、友達が大きい竜なんですけど、なんでね、ここでやった方がいいですね。あのピンポイントの使い難しい、ごめんなさい、竜使い、あの本当にすごいと思う。あの東京ディズニーランドの設計とか全部やって、で日本中 のお寺さんの竜とかあるでしょ、はい、あれの元を掘ってるんですよ。で牛久大仏って日本で一番の大仏さんですか、あれの原型を作ってるあの武士、あの宇都宮龍宮さんというね、あの俺の師匠みたいな人なんですけど、その人が俺を見て庄司さんの竜がついててね、で、ただ庄司さんを怒らせるとその竜神様も怒っちゃうから、あんた怒っちゃダメだよって言われて、話したっつって、それでもガタガタ言ってくる人間に対してはもう竜神様を容赦しないから、まあ相手はまあそういう首を持って、ね、あの竜神様の怖さを味わうといいよっていう言われたから、一応注目しておきます、ね、それでもいいんだったらどうぞ言ってください。あと俺はもう竜神様を止めれませんからね。というわけで、これはまだ続きますけど、続いてますね。続いてますけど。あげおくんは？私やるやりますやる。あ、やる。あれ9月の9月の
9月に何かなかった9月発表会その前に発表会青山先生のスペシャルクラス全然映ってない、はい、次回は8月の27日月曜日3時から5時120分です。美しいですね。でこの間もねあの台風直撃だって言ってて、はい、もう中心するかって言ってたんだけど、はい、やっぱりねこの氷川さんっていうのはね日頃の行いがいいんでね龍神様もね風を避けてくれてその時ねちゃんとやれるふうにしてくれるんだよね、うん、よろしくお願いします、はい本当にあの第9点の龍神様素晴らしくパワーアップしてます。あの武士の方もあのぜひ龍神様第9期のチャクラを開いた龍神様をあの手元に置きたいというんでね。今日紹介できなかったけどね、あのね武士さんの方からねあの財布をいただきましたので来週紹介します。バレーフェスティバル9月17日町田市民ホールです。チケットは1500円、夜の部の出演になります。ドンキホーテ東京バレエ団より秋元さんがゲストで出演いたします。教室の方にお問い合わせいただけるとまだチケット多少ございますのでよろしくお願いします。はい、秋元君は志望講座じゃないの？ないです。ないですか？志望講座、私の志望、私の志望、トメコのトメコの相談講座どうなったの？完全に来ないの？トメコの格好しないからだ。そうだね。磯部さんは？俺はね、個人的にあれだ、受付になってる。いやいや、嵐隊員。嵐隊員？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 制服をちょっとトランプ嵐隊員だっていう。特進の神谷君に頼んで、あれしようかな。毒蝮さん隊員。毒蝮さん隊員。そうだ、そうだ。そう、極真のね、あの極真の日本チャンピオンのね、神谷君っていうのは僕 の, あの先輩っていうかね、役者 の仲間なんですけど、彼がものすごいウルトラセブンのね、大ファンなのよ、うん、ほんで、自分の車をポインターに改造しちゃってそれで、制服を着て普段運転してるらしいやば、ちょっと神谷君に聞いて来て、どこで買ったのかちょっと聞いてみよう。神谷君もね、ちょっと呼ぶのもいいかなって思って、極真のね、日本チャンピオンです。素晴らしい、素晴らしい方です。そんな人がね、そんな格好してるかもしれない。すごいオタクなの。あのね、昨日ね、神谷幸彦君って言ったね。昨日も、俺が3つぐらいぐらいなんですけど、笠間でちょっと仕事があったんですよ。どこ？笠間。笠間って？あれは、茨城県、笠間市。そしたらそこにね、この宮本製作所のマグネシウムの、マグちゃん。マグちゃん、知ってる？はい。知ってる？そうそう。そこの顔ではないんですけど、マグネシウムで、はい、そうマグちゃん、マグちゃん、洗濯、マグちゃん、洗濯、あ、入れると、洗剤使わない、あ、知ってる、あ、人の名前かと思ってる、いやいやいや、あ、マグちゃん、商品、それ商品、商品、商品、洗濯機が入れてる、そう、洗剤の代わりになって、はい、あの洗濯槽の赤とか徐々に取れて、配管も綺麗になって、なおかつ汚れも落ちるっていう、エコに、そう、エコに。そうするとどうなんですか？その人が来たんです。来た。たまたまマグちゃんが。マグちゃん。マグちゃんの主が。宮本隆さん。使ってます。あ、使ってるんですか？それなんですか？1年分もらったんですか？いや、もらわない。買ってくださいって言った。洗濯機入れます。最初誰かなと思ったんですけど、まあ、あの今やってるところのボスに会いに来たんです。で、その方、その海外に行ってるんでいませんって。マグネシウムでって言ったら、あ、もしかしてって僕が言ったら、あ、そうそうそうって言って名刺もらったんですけど、なんかね、マグネシウムすごくいいみたいです。なるほど、マグネシウム、マグネシウムがいいということで、マグネシウム構成地球ね、というわけで、BJ チャンネル第29回、もう29回やってんだね、うん、次回30回じゃないですか。次回はゴッドサイド、次回は久しぶりにゴッドさんの第2回目の予定です。ゴッドさんはちょっとね、 あることに非常に憤りを感じて激怒してるらしいんで、それをどうしても言いたいんでということで、まあ、来てもらいます。今日はなんかね、あのちょっと会社のこれはちょっと、まあ、聞く側にもありますけど、なんか
に鹿の解体をしてるね、なんか変なね、アーティストがいるらしいんですよ。それに対して、ね、まあ、動物虐待じゃないかっていうことでね、ちょっとその発見を今日本当は言いに来るって言ったんだけど、うん、ちょっとなんか知り合いが亡くなられたっていうことで1週間ずらしてる形なんで、来週呼びますんで、うん、でというわけで BJ チャンネル、今日は大塚さんをゲストに、はい、第29回この辺で終わりにしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。第30回をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。